はい、こんにちは。こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりに、ヴァンパイアサバイバーズ始めていこうと思います。特に目的を決めずに普通にプレイし、したいと思います。ぜひ遊んでみてぜひご覧ください。ツイッチの、配信、いつも通りツイッチで配信を行っています。ぜひツイッチ、アカウントフォローお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー&チャットコメント Please。アーカイブ2日後かな？ YouTube にアップロード予定です。ぜひ、YouTube にもアクセスしてください。ツイッチのチャット欄に、アドレス記載しています。YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。This live archive upload 2 days after my YouTube チャンネル。My YouTube チャンネル、subscribe and good button please。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひ、アクセスお願いします。アカウントフォロー、ポストのいいね、リポストお願いいたします。TwitterX、Please visit、アカウント visit and アカウントフォロー please。ポスト、リポスト and グッドボタン please。はい、では始めていきましょう。まあ、強化するとかも、呪い以外全部強化したんで、欲深さとかも強化したんだからな。これ、欲深さってなんだ？お、ちょっと待った。今、選択肢消去が、これがわからん。確か欲深さって呪いになったような気がするんだが。コレクション。なんだこれ。音楽ですね。これのサウンドトラックも欲しいですね。まあ、それは置いといて。なんか、おせんべい。おせんべいキャラ。ムーンスペル山。あ、そして音楽も。スピードなんですね、これ。はい。まあ、ノーマルにしときましょう。ボスラッシュは敵のヒットポイントが上がっちゃうんだ。リミブレ合うとなんか大きいんで、やっとこう。何？弾速ランダム。子猫食べてトロッコ。そうなんだ。謎をいろいろ解いていかないといけない。このせんべいって、あ、間違えた。せんべいってパワーアップできるんだっけ？せんべいはまだできないんだ。もしくは謎が分かってないのかもしれないが。そう、前回時止めの進化やろうとして失敗したんだ。まあ、今回は特に目的決めずにやろうと思います。そういえば伊藤ライフ先生の
なんか彼氏はトロッコらしい。うわ、猫か、嫌だな。おの、おーのーでいこう。トロッコいいですよね。トロッコ進化できないけど、結構有能。刀があるけど、クエスチョンマークのとこだと謎が解けるんだけど、特にそのクエスチョンマークがありそうなとこがもうないよな。ね、これ何？ああ、アイテムは表示できんだ。でもこれっていうアイテムないですよね。なんで、よう分からんけど適当に遊ぼう。いつもギリで生きていたいからってことはない。え、聖なる風？聖なる風って無知を強化できるやつか。取ってみるか。でも4つなんだよな。ってことは無知取らないと厳しくなるよな。すごいな、おーのーの。あ、ボスだ。ボスはなるべく食べておいた方がいいです。どれがボスなのかわかんないや。これか。やれやれ。やったー、トロッコ。おーのーが来た。まあここいててもしゃあないよな。多分もうやれる。あれなんだろう、なんかここですね。これなんだろう。これ、わからん。ただ、取ったら取ったで、枠が、縛られちゃうんじゃないの？なんか Y みたいなのが、達成できるのもあるんだ。なんでしょうね。まあいいや。聖書か。まだサブ、サブアイテム持ってないですからね。おらおらおら、全然食らっても何ともないぜ。受けがなんか強いレスラーですね。序盤はどんどん近くに行って当たっていってもいいんじゃないかな。おら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 、チェリーボム。そうそう、サブも取っていきたい。デポかな。なんか花結構すごいな。花はなんか有能っていう声ありましたっけ。なんか聞いたことあるけど、花は有効ですね。
トロッコマストにするかな、トロッコにするかチェリーボムにするか迷うとこですけど、あ、またお化けのホーリーが、お、なんか選ばないとダメか。えー、お根っこは食べない。あ、ダメでした。宝箱にならなかった。お金もらえないのが痛いんですよね。はい、ろうそく。これ攻撃範囲が拡大する。あ、トロッコの上ついていけばいいんだ。そうしたらまあ死なないだろうという。まあ早くトロッコパワーアップしたいけどね。あ、トロッコ5になりました。だんだんトロッコもでかくなっていきます。こうなると、なんかどんどんあのお肉デポしてるな。ちょっとあの一段階強いあのお化けが出てますね。チェリーボムかな、トロッコかな。いや、トロッコだ。トロッコ信者になるんだ俺は。なんか配信始めまでは決めてなかったのに、最初に出てきたものに結構影響されるよな。斧、斧も便利ですね。あのトロッコの上通ればなんかなるわけでもないか。チェリーボム、あ、命をしよ、取っとけ、いった方が良かったか。何これ、何こいつ。 OK、 回復。まあ花は問い抜けちゃいましょう。あー、でも問い抜けるのはいいけど、宝箱は取りに行けない。これだ。聖なる風パワーアップ。結構やっぱりここもの和風面も強いところですからね。トロコ、トロッコでかくなりましたね、すっかり。命を器、今のうち取っときましょう。まあ無知はまだで、ノーマル無知はまだですけど、すごい数、ジェムの数が。石の仮面は欲深さ、おせんべいが、おせんべいが発射されていく。おっと、チェリーボム、おら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 、もう一回、おい、おら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 、トロッコもでかいな。
チェリーボムでかくなりましたね。なんかボムっていう意味がよくわかったわ。爆発するんだ、せんべい、あのせんべい。おっと、フィーバー。おお、いいじゃないでしょうか。斧が2つ。ライフ上限アップが2つ。早くノーマルムチが欲しい。すごい、チェリーボム、すごいかっこいい。引き止めだ。多分時止めと同時にパワーアップすることってできないと思うんですよね。トロッコ、ティラギス、でっかいな、トロッコ。だから確かにリミットブレイクオンにしてるから、トロッコもっと上に行くよ。え、あれなんだっけ、下にあるやつって。あ、すごいことなってる。聖なる風、爆発力がすごい。やりますね。まさか。きたー、よちよちだ。斧きた、ようやくムチきた。いいですね。あとはムチをパワーアップしていきましょう。さあ、あと一つですね、枠を何にするかってとこですが、もうちょっと我慢しよう。あ、風の神様が開演。箱1個逃してしまった。引っかかりやすいよな、ここ。
やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。あっちか。じゃあもうこっちじゃないんだ。じゃあもう立ち去るしかない。おーのー、何これ、こいつ何もなんだ。周りにすごいヘビが集まってる。あ、アルカナだ。何のあるかな。あれ呪い。あ、これレベルアップできないやつじゃないの。あ、本当だ、やっちゃった。フィーバー、なんだっけ。あれ？これ集めても。無駄ってことか。えぐい！一目だろう？そうだ、あれをちょっと探しに行こう。下から入れんのかな？どっから入るんだろう？あ、こっから入るんか？こんにちは。ということで。あ、まただ。これだ。すごいことなってんな。ん？何？おら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 。やったー。あ、これで斧が鎌に進化しました。ん？あれ？どうなってんの？
あ、なんか拾っちゃったみたいだな。勢いがすごいな。お、ボスだ。ボスしかやれないのが辛いな。いけいけ、オッケー。また7まで上がった。ノーマルのやつは、ノーマルやつはまだ4。このお知らせで、あれ左から勝手に出ていってる、勝手に現れるのかな、それともこれ取れる、取れない、取れるわけじゃない。スケラーどっかにないかな。なんか強くはなってるね。でも溶けていってるから、進化はできないけど強くはなっていってる。あ、でも新しいものを拾えないってことは、自分でもう探しに行って、天狗、カラス天狗、OK、自分で武器拾いに行かないとあかんやん。例えばさっきの左側にあるあの副車のやつとか、日本刀とか、まあリスクはあるんだよな。それはこっちじゃない、なんか早く行かないとあの動けなくなっちゃうからな。行きましょう。結構デポできてるんだよな。あとはほうれん草とかあるけど、ほうれん草じゃなくて、ちょっと待って、魔導書見てみよう。日本刀の魔導書はまだわからない。変に取らん方がいいな。けけ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 け、お金になってきたから限度があるんですよね、強化できるのも。
あ、止まっ、やばいやばい。硬い。血染めの鞭を、これを今度はもうどんどんレベルアップしていかないといけない。お、アルカナだ。あ、だ、やばいかも。つかないや。もうちょっとなんだけどな。あ、囲まれてる。やばい。やばいやばい。なんか。何これ、え、あ、よし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 、
どうしよう。あ、なんだ。もうちょっとだ。刀までもうちょっと。引き上げる。引き上げろ。全部刀。そうなんだ。あ、でも間に合わんよね。23分だもんな、もう。なんかすごい火力になってる。何あいつ。なんか炎吐いてるし。見に行くか。ヤマトノオロチだよな、これ。走ってからの方がいいんじゃないの？でも時間があんまりないんだよな。なんか音が。
変な音がする。あ、ちっちゃくなった。倒した。日本刀だ。3分。多分中入らないとダメだろうな。こっちより こいつだ。後ろ仮面。ダメだ、ここ入れないんだ。じゃあ引き上げよう。はいな。スイカゲームじゃないけど連鎖要素があるんだこれ。赤いからな、みんな勢いがすごいよな。あと1分。それは神様ばっかりになってきた。ん？でもさ、ああそういうことか。お、猫でパワーアップできるらしい。出口ってどこだ？出口が全然見えん。右。とか言ってるうちもう20秒しかない。あと10秒しかない。あれ？出口がない。出口がわからん。これだ。まあでももう時間がないけどな。
すごい。ゲームキラー。なんだこいつ、ゲームキラーって。なんか新キャラあるんでやってみましょう。少しお待ちください。その前に、はい、お待たせいたしました。では再開いたします。エレノール、いや、エレノールを、うん、またトロッコ、ここに、あれ何なんだろうな。なんか弾を撃つ。ルントレ。まず日本刀取りに行きます。どっちだ、右へ行かないとダメ。あ、ペンタ君だ。ペンタ君は嫌だ。どれだ、これは何やったっけ？鎧か。ボスだ。いや、倒しとこう。ルントレパワーアップ。どうするかな。
あ、これ使おう。こう魔導書見てみよう。こいつは何者なんだ。なんかいろいろあって進化するらしいが、トロッコ、目が出てきた。中になんかある？ありそうだけど、なんだろう。下だ。硬いな、この鬼。ちょっとやばい。え？何？あ、副車あるじゃん。副車ゲット。もう、ここには用はない。雷の指輪が副車と接続してるんで、いやなく取るという。わあ、やば、鬼が。え、何何何、なんでこんな鬼がいるの。え、なんでなんでこうなるんだ。え？絶対あそこにいると鬼がいるってことか。ある程度レベルが上がらないと厳しいな。となると、斧の方がいいな。じゃあ、はい、ろうそく。
ちょっと。すか、これ何者なんだっけ、なんだこいつ、これえぐい、倒せないのか、強いな、現時点で鬼はちょっと通用しないって考えた方がいいね。ようやく倒せたけど、何これ、なんで飛んでるんだ、こいつ倒した方がいいな。夜の剣やけど、無知もな、でも、あ、ダメだ、無知ダメだ、夜の剣だ。ん？これって行き止まりだよな。行き止まりじゃない、あれ？これってもうまだ持ってないか、こうしに行きたい。あれか。あ、ダメだ。何やってんだ。ケチ確保できてないじゃん。帰ろ帰ろ。
あとか。ハートってどっかにいなかった？あっちにあるのか。ハートチョコ。ほうれん草。バイ、助けて。いいじゃないですか。春夏秋冬。あ、ろうそくもいるんか。まあろうそくは取りに行こう。でも斧がいるんだよな、ろうそく。でもダメだ、斧取ったら直接武器は今日本刀のみだな。早っ、動きが早っ。あ、よいしょ、器だ。残り1個の枠は何としても無知を取りたい。ダメか。飲むノーマルムチ。ダメだなあ。あ、鎧あるやん。鎧ってなんだったっけ。
鎧はルントレか。しまった。まあ石を仮面で。ダメだな。あ、日本刀取りに行けないな。日本刀進化させたいな。ああダメだ。ろうそくゲット。炎の杖。これで王のを取ればいいんだけど、まあ、その前にこっちの春夏秋冬条件が揃えちゃいましたからね。あの輪か。春夏秋冬の方が良かった。今取ったのは あーダメだ。位置がない。どっちでもよかった。炎の杖取る手もあったけどな。進化っていう意味では炎の杖。なかなか出てこないな、あのノーマル杖が。
ノーマルムチが農家でも、あ、これ取ったらダメだ、これ取ったらノーマルムチを取れない。マップの中にそのちょっと気になるな。火力不足はな。お、ここで命をトマト。やっと来た、ノーマルムチようやく到達。じゃあ行くか。危ない危ない、引っかかった。環境神様がいる。やばいやばい、引っかかってる。体力弱くない？このキャラ。ムチだ、ムチ行こう。一個枠が開くんだよな。何がいいんだろう、一個開いた枠は。なんだろうな、倍増させるやつだったら雷の指輪がいいけどな。あの上げ方が中途半端で、一つもまだ進化できてない。
よくないな、流れて的には。トロッコがだんだんでかくなってきた。何これ、いけいけいけ。あ、ダメでした、赤でした、赤だ。そろそろ向かってもいいかもね、多分戦えると思う。もういいかな、当たり判定が分かりにくいかもな。今37かレベルが。どっちがいいの、春夏秋冬かな、高い方を選ぼう。来た、これで炎の杖パワーアップできるはず。うん、炎の杖パワーアップですね。地獄の合尾に焼かれて死ねってわけですね。あれ？うん。いけんじゃないかな、まあ。来た、鬼来た。もうちょっとやな。ご苦労さん。立ち去ろう。
対鬼ってどこまでやれるかだろうな。あとできればな、倍増の欲しいよな。あ、でも倍増のを取っても雷の指輪もう取れないのか。あ、鬼強いよねやっぱりね、簡単じゃないや。やってきた。え、今どこだっけ。やばいやばい。またかよ。で、次々来るんだ。近寄れないよな、宝箱あんの分かってるけど。また来た。あいつ倒したいよな、地獄の豪美のやつ。あれ、なんかレベル上がってない。あ、上がらなくなっちゃった。ん？なんか制約でもある？なんか変なジェム取ってない？ああ、上がりだした。さっきなんでレベル上がらなかったんだ。天狗。多すぎないか、なんか。これ呪いでもあるのか。今どこだ。かあかあかあか、ちょっと無茶しすぎ。オッケー、あっちにもある。死んだ。
っかかった、引っかかった、やばい、あーあ、メイヤで、なんだろう、ろうそくだったよな、この脳は。ペンタ君か、まあペンタ君ちょっと削除しとこう。まだな、チェリーボムでいいや。今なんか急にドカーンってきたな。これ多分石の仮面全部上げないと。なんだこれ、急にスピードアップした。何何何、びっくりした。え、何何、なんでこんなに急にスピードアップするんだ。この瞬間瞬闘キャラ、ちなみに瞬間瞬闘キャラはろうそく、ろうそくは王の脳にも関わってますね、とほうれん草、炎の杖ですね。あ、副車の輪か、おっと、取っとこう。すごいことね。で、あ、まあろうそくだな。ほうれん草確かあったよな、ある、取りに行ってもいいかも。ほうれん草、あ、夜の剣だ。なんと自力、なんとアイテムで取ってしまった夜の剣。
ちなみに、ここに行く必要なくなったやん。じゃあ、あの中に、オッケー。なんか強くないこいつ。なんだ、ほうれん草を取りに行きたいんだ。ほうれん草はここでからでは取れない。あ、いけるやん。ポパイ助けてというわけでほうれん草を取りに行きます。もうちょっと、なんで止まっちゃったんだ。命のトマトってなんだっけ。命のトマトは、なんだっけ、何と関わってるんだっけ。あ、あれか、取るかどうかわかんない。やい、嘘。え、あまり近づかない方がいい。危険。てかもう死ぬじゃん。この危ない危ない、助かった。なんで？あー、やばい。削られちゃってるやん。はあ、せっかくチャンスやったのに。音楽変えよう、気分で。断速。
フォロー剣ってどんな武器だっけ。月桂樹ってなんだっけ。月桂樹は、ああ何かわからんかも。刀あ、ニンニクくんだ。なんで加速したり減速したりするんだ。今レベルいくつだっけ。お、聖なる風だ。来たね。これで進化できるから、あとはハートを取ればいいんだ。あ、ちなみにハートはないんで、確率にかけるしかない。ろうそくとほうれん草なんだよな。お？いや、呪われたものはいらないです。幼稚のトマトって関係してるよな。幼稚のトマトは違うわ。
はい、ろうそくゲット。ほうれん草ゲット。これで、これの進化用のものは手に入れましたね。ムチ。命を器もゲット。逃げられない。ああ。何これ、いつ。強すぎるよ。ああ、ダメだ。5分の壁がきつすぎる。アルカナのメリットがわからんので、アルカナはわかるけど、
この石の仮面がもしかして悪さしてない？まあ取るんだけど、ロウソク、あとほうれん草のみ。うん、雷の指輪を取っとこう。ほうれん草か、まあまあまだまもうちょっと待とう。ほうれん草を叶うと炎の杖も絡んでくるからな。なんか避ける気持ちがなんか薄くなっちゃうよな。あーダメだ、なんか難しいな。こっちか、こっち上げると杖が上がらないんですよね。ここでポパイがやってきて、あ、刀が取れない、取ってない刀を。ああまあ、問題のキャラクターが、もう避けることしか考えちゃダメ。
あれ？ああ、斧がな。とにかく避けるっていう基本を忘れちゃダメだな。自分は避ける、硬いよな、とにかくな。ないの。フィーバー6、3か。
ほうれん草。なんかすごいことなってる。アルカナがある。回復量2倍。タヌキ。ポンポコ。ああ、ダメだ。刀を取らないとダメなんだよな。あー、ダメだ。邪魔する。
何これ、なんでこんなに多いんだ。出てきた。まだいるんか。いいですね。ただね、一つも進化してないんだよな、問題は。あって。こいつ増えてはいるんだけど。ラストかな、これが。夜の剣。でかい。しっかり気がつけばいつの間にかトロッコがでかくなった。武器類で取って意味のあるものはもうないんだよな。十字架か。金のやつ取りに行くぐらいだろうなぁとは。あとはトロッコの勢いがすごいよな。キャラを倒さないとね。
オッケー、オッケー、あ、オッケーだ。あとは地蔵名の無知をどんどんパワーアップしていくだけだよな、役割としては。入れないもんな。こう。あ、でかい、や、でかいなんかが来た。どうしたな、さっきのでかいやつ。バラだ。お、リーチか。炎の杖、炎のあれも。装置無敵？あ、無敵だな。これ当たってもダメージ食らわないんや。さあ、でも奥まで来てしまいました。アルカナダ、道を開けろ。ちなみに取らないといけないものは？これはない。刀はあれだから注意しない。
っと待ってくださいね。はい、お待たせいたしました。再開。いや楽しいなこれ。天狗が、天狗に鬼にどんどんでも溶けていきますからね。トロッコ効果すごいな。コンコルド効果なのかトロッコ効果なのか。もうちょっと、もう奥にある。あ、スキー取っときましょう。そうだ、時止めをパワーアップするやつだ、これ。これ単独じゃったらそんなに効果ない。とりあえずこいつやりましょう。やっちゃえ。あ、さらに上にもなんかボスキャラがいる。あ、くそ、ここは。ヤマタノオロチ。ものすごいな、このキャラの数。でも、こちらの火力がすごいんだよ。勝てるかな？あ？なになになに？そっか。あ、卵だ。卵お金でしかないからな。ヤマトノオロチ倒さないとな。
これパワー、うん、指輪はパワーアップ。こいつ無敵じゃないの？あ、でもボスキャラ無敵になるかどうかわかんない。倒した。ルロケはまだ6か。2つあるんだよな。まず1つはここだ。お、春夏秋冬進化しましたね。できるか。お、あー、ダメだ、引き寄せばっかりだ。これでリーチ？ヒヨルオケンパワーアップできるか？ないからな。夜をけパワーアップして終わりたいですね。パワーアップっていうか進化してできれば。こいつだ、来い、行け、破壊だ。あと2分切った。金なんかいらんしな。こいつか？ボス。オッケー。やった。ついに村正を手に入れました。あとは時止めとやっぱりあれを手に入れて
次回また時止めをやるっていう感じだよな。でかいなトロッコ、恐ろしいトロッコ。せんべいもすごい飛び回ってるし、終わりかな。いや、一回だけ復活できる。ここまでですね。お、金貨5枚を獲得。ですね。DPS ってどこ見るんだっけ？ここか。DPS 的には五行乱舞、あの、チェリ、春夏秋冬のパワーアップ系が強いな。進化前でも相当強いんで。2.6 目があるからな、進化前の周夏周冬でもダメージとしては。で、そのチェリーボムもまあ悪くない、進化 してないけど 2.2 メガだし、まあでもこれは最初から取ってるっていうのはあるよな。だからトロッコが意外とダメージ稼いでない。ただし、トロッコは道を開けるっていう役割をやってるから、悪くはないんだけどな。あと、フラワー、フラ、フワラ、フワル、読みにくいな。早口言葉かな。いわゆる、ムチ。ムチの仕掛けだっけ？スイッチ止めのムチか。いや、ムチの最終進化系じゃなかったっけ、これは。もうまあ、1.5万、2.6K だったら、そんなは、よくはないよな。んとなると、やっぱ、コスパ的にどうなんかな。やっぱり、春夏秋冬が最強に思えるよな。トロッコはそれほどではなく、まあ、村正はまだわからんな、これ。進化したばっかり。ただ、それまでの夜の剣はそんなにすごくないから、春夏秋冬の強さっていうのがなんとなくわかりますね。あと、まあ、あの雷も、指輪はどうかな、わからんな、そんなにいいとは思わないけど、五行乱舞にはかなわないってとこですよね。はい、5番のお金もいただきましたね。なんか新キャラあるの？あ、そういうことか。大量に敵を倒すと一定の期間強くない。無敵になるから強いんだ。あと、まあ、タヌキでもちょっとプレイしたいよな。あとは、この、これはやってると思うから、バビオーナ。あったよ、もう完全ランダムをプレイもいいかもしれん。モルタッチオってまだプレイしてないのか、骨っこがそんなに強いと思ってないからなんだろうな。まあどちらにしても、あのついに、刀の進化、夜の刀の進化で村正にすることができました。ムーングローでやりましたね。はい、見ていただいてありがとうございました。
はい、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。Twitch のアカウントフォロー、お願いいたします。Twitch マイアカウントフォロープリーズ。YouTube 2日後にアーカイブアップロードいたします。ぜひご覧ください。 YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。マイ YouTube チャンネルアップロードチャンネル サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアカウントのフォロー、リポスト、ポストのいいねお願いします。TwitterX マイアカウントビジット&フォロープリーズ&リポスト&グッドボタンプリーズ。久しぶりにヴァンパイアサバイバーズ遊んでみました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。